ウエストライフ、ウエストライフ、ウエストリフは1998年に結成され2012年まで活動し2018年10月3日に再結成が発表された男性5人組のアイルランド出身のバンド、アイリッシュボーカルグループ、歌手である。2018年10月3日、ニューアルバムとツアーが正式に発表された。結成20周年。 6年ぶりのカムバックとなる。ウエストライフのファンは国際的でアイルランド、イギリス、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリア、アジア、アフリカ、ラテンアメリカで絶大な人気を誇る。また、イラクでも市場を展開している。1999年から2007年の間に14曲もの UK ナンバー1シングルをリリースしており、これはエルビス・プレスリー。 ビートルズに次ぐ3番目の記録である。UK 音楽史上7曲連続で1位を獲得したのはウエストライフだけで、UK でレコードオブザイヤーに4度輝き、また、イギリスで唯一レコードオブザイヤーに4度輝いている。イギリスの有名なコンサート会場、ウェンブリーアリーナで2006年に23回目のライブをしたのも新記録である。たくさんのビッグアーティスト、 マライア・キャリー、ダイアナ・ロス、ドニー・オズモンド、ルル、ドナ・サマーとデュエットをしている。しかしながら、ウエスト・ライフは、アメリカ市場では、成功を収めていない。2000年に、愛の近い、スー・エア・イット・アゲインがリリースされ、MTV でも紹介されたが、ビルボードチャート20位に終わる。アメリカで一番よく知られているのは、US チャート10位を記録した、フライング・ウィズ・アウト・ウィングス。この曲は、 アメリカンアイドルセカンドシーズンの勝者、ルーベン・スタッタードのアルバムに収録されており、US チャート2位を記録した。ITV のレコードオブ・ザ・ヤーに4度、フライング・ウィズ・アウト・イングズ、1999年、マイ・ラブ、2000年マンディ、2003年、ユー・レイズ・ミ・アップ、2005年輝き、ブリッド・アウォーズは2度受賞している。ニッキーは2003年7月に幼い時から付き合っていた。 アイルランドの首相の娘、ジョージナ・アーンと結婚。7年に双子の男の子の父になった。シェーンはキー・アンのいとこと2003年12月28日に結婚。2005年には父親になった。キー・アンは元歌手のジョディ・アルバートと結婚。マークは2005年8月19日に自分がゲイであることを UK タブロイド三史にて公にした。 すでに解散している、ボーイズグループ、V のケビン・マック・デイドと交際していたが、後に破局した。ウエストライフは1998年7月に、アイルランドのスライゴ出身のキーアン・イーガン、シェーン・フィラン、マーク・フィリーと、アイルランドのダブリン出身のニッキー・バーン、ブライアン・マック・ファーデンによって結成された。当初、キーアン、シェーン、マークの3人は、 IOU という6人組グループに属しており、この3人はバンドメンバーを探して、ダブリンで行われたオーディションで、リクルート活動をするチャンスを与えれた。そこで、ニッキー、ブライアンと知り合う。最初は5人で、ウエストサイドというバンド名で活動したが、アメリカに同じ名前のグループがいたため、新しいグループ名、ウエストライフ、ウエストリフに改名した。 I.O.U. というバンド名はすでに使われていた。ボーイゾーンのローナン・キーティングトリウォールシュがマネージャーとして迎えられ、シェーン、ブライアン、マークがリードボーカルを担当。キーアンとブライアンがピアノ、ギターを弾け、またメンバー全員が作詞をできる。しかし、ほとんどのヒット曲がメンバー以外の作詞家によって作られている。この年には、 バックストリートボーイズの前座として、ダブリンでライブをする。1999年4月、ウエストライフのファーストシングル、愛の近い、スーエアイットアゲインが、UK でリリースされ、チャート1位を獲得する。8月には、If I, Let You Go が、10月には、フライングウィズアウトウィングスが、それぞれ1位を獲得する。11月には、ファーストアルバム、ウエストライフがリリースされ、 UK アルバムチャート2位を記録した。2000年3月にデビューアルバムから最後のシングルフールアゲインがリリースされ、4月には UK チャート1位を記録する。11月には早くもセカンドアルバムコース t トゥ・コーストがリリースされ、UK 音楽史上4番目の売り上げを記録した。このアルバムからはフィル・コリンズのカバー曲、 見つめてほしいと、イラブをシングルとしてリリースする。見つめてほしいは、マライア・キャリーとのデュエットで、UK チャート1位を、バラード調の、マイ・ラブも大ヒットし、UK チャート1位を記録した。だが、8枚目のシングル、ホワット・メイクス・ア・マンは、BBC の子供向け教育番組、ボブと働くブーブーズのテーマ曲、Can We Fix It に阻まれ UK チャート1位を逃したため、 ギネス記録はストップした。初めてツアーを回るようになる。また2002年12月には、サードアルバム、ワールド・オブ・アワ・オーンがリリースされる。このアルバムには、ウエスト・ライフのメンバー自身が書いた曲が8曲、収録れており、その中の、クイーン・オブ・マイ・ハートと、ワールド・オブ・アワ・オーンは、UK チャート1位を記録した。2002年12月に解散が噂される中、 ウエストライフ発のベストアルバムとなるザ・グレイテスト・ヒッツ・アンブレイカブルをリリースした。前衛アルバムチャート1位を記録する。日本でもオーストラリア地域と合わせてボーナストラックを加えて発売されている。約1年ぶりにホースアルバムターンアラウンドがリリースされる。このアルバムも UK チャート1位を記録し、4年で4枚の UK チャート1位を記録した。また、 このアルバムからのシングル、悲しみのマンディは、UK チャート1位を記録した。この曲は、バリー・マニローのカバー曲。また、この年には3度目となる UK レコード・オブ・ザ・イヤーを受賞する。5年で3度受賞したことになる。2004年3月9日に、メンバーのブライアン・マックファーゲンが脱退する。理由は、家族との時間が欲しいとのこと。ブライアンは、 アトミックキプンのケリー・カトーナと結婚していて、二人子供がいる。しかし、9月には離婚。離婚の後、すぐにソロとしてのキャリアをスタートさせ、自分のウエストライフ時代の思いを綴ったリアル・トゥ・ミーは UK チャート1位を記録し、また脱退する際の記者会見で、チェーンとマークの歌唱力にはかなわない。とコメントしたことからメインボーカルを務めたかったのではないか。 という理由も挙げられている。現在は、オーストラリア出身の歌手、デルタ・グッド・レムと交際している。詳しくは、ブライアン・マック・ファーデンを参照のこと。本来、メンバーを失うとグループは解散する傾向にあるが、ウエスト・ライフは違った。ブライアン脱退後、4つのアリーナツアーを成功させ、またこの年の暮れには、フランク・シナトラ、ボビー・ダーリンなどの曲をカバーした、スタンダードアルバム。 Allow Us to Be ランクをリリース。4ヶ月の休養の後、新曲を発表。ノルウェー・アイルランド出身の二人組の歌手で演奏家のシークレットガーデンのカバー、You r a i s e ッ Me Up とアルバム Face to Face がリリースされ、このシングルとアルバム両方が12月6日に全英シングルチャート、アイルランドシングルチャートで1位を記録した。 シングルとアルバムが同じ週に両方とも1位を記録するのは初めての来ことであった。ウエストライフはそれでも続く解散の噂を笑い飛ばし続け、取材の際、最低でも20曲、全英チャート1位を記録する曲を歌いたいとのコメントを残した。初のアジアツアーを9月4日から開始。フィリピン、韓国、シンガポール、香港、台湾、インドネシアで行われた。 11月20日には、ニューアルバム、ラブアルバムをリリース。アルバムチャートでは、ウエストライフのアルバムが、オアシス、ビートルズ、ユーツーラの競合を破り1位に輝いた。4アーティストのアルバムが同じ日にリリースされ、熾烈な争いが注目されたその週のチャート。結果は、ウエストライフ1位、オアシスの、ストップザクロックス、2位、ビートルズの、ラブ、3位、ユーツーの、 U218 シングルス4位の順に終わった。このアルバムからのシングル、ローズはウエストライフの14度目の UK チャート1位を獲得。クリフ・リチャードと同数で、上には偉大なエルビス・プレスリーとビートルズだけとなった。メンバーはロサンゼルスに滞在し、マイケル・ブーブレのカバーをレコーディングとプロモーションビデオの撮影をした。このカバー曲、ホームは、 UK で2007年10月29日に発売される前の住所順には彼らの公式ホームページで公開された。結果、同曲は UK チャート3位に終わる。オリジナルソング9曲、カバーソング3曲を含めた8枚目のスタジオアルバム、バックホームは同年11月5日にリリースされ、UK アルバムチャートで1位を獲得。また、この日は再結成した。 スパイスガールズのベスト版、グレーテストヒッツのリリース日でた。スパイスガールズは、ウエストライフとの勝負を避け、リリース日を一週間遅らせた。ちなみに過去には会社側が、スパイスガールズとアルバムの発売日を同じに設定し、マスコミもこれを大きく取り上げ壮絶な戦いとなったが、ウエストライフが圧勝した。二枚目のシングルとして、アス・アゲエンスとザ・ワールドを2008年3月3日リリースし、 UK チャート8位を記録した。このリリースの前の2月25日からはバックホームツアーと題した2をはじめ、UK のみならず初めてニュージーランドでツアーを行い成功を収めた。なお、ヨーロッパとアジアの一部の国ではサムシングライトが2枚目のシングルとしてリリースされ、前述のアス・アゲエンスト・ザ・ワールドは3枚目としてリリースされた。 2009年7月1日から10枚目のニューアルバムに向けてレコーディング活動を再開。メンバーのニッキーはこれまでとは違ったプロデューサーや作詞家と共にアルバムを制作をしていくことを発表。ウエストライフの大ファンであることが分かった、コールドプレイのクリス・マーティニア、ワンリパブリックのライアン・テダー、タレン・ヘイズ、インシンクの JC 社ゼ、再結成した A1 のベン・アダムスなどがその例である。 2009年11月30日にアルバム、How a ィー・ We Are が発売され、UK アルバムチャート2位を記録。また同アルバムからのシングル、How a r と About Now は10月23日にリリースさ、UK チャート2位を記録した。また、2010年のハイチョウ自身におけるチャリティソング、Everybody h e a r t のレコーディングに参加し、同曲は UK チャート1位を記録した。 11枚目のアルバムはグラミー賞受賞者であるジョン・シャンクスの元ロサンジェルスで制作され2010年11月14日にリリースされたシングルセーフは UK シングルチャートで10位を記録25回目のトップ10入りとなったまたアルバムグラビティは UK チャート3位アイルランドチャート1位を記録した約10年活動を続けている ウエストライフは解散する予定もなく、2008年6月1日には、10イヤーズ・オブ・ウェストリーフと題した、ウエストライフ史上最大規模のライブを行った。ダブリンのクローク・パークで行われた同ライブはゲストに、シェーン・ワードを迎え、収容人数は82,300人の、同スタジアムは満員となった。2008年11月24日にはこのライブの DVD が発売され、 UK、アイルランド、南アフリカ、香港、ニュージーランドの DVD チャートで1位を記録した。バックホームツアー終了後、マネージャーであるルイ・ウォルシュから2009年7月1日までの1年間の休養宣言が公表された。しかし2008年12月13日にオーディション番組 X ファクターでパフォーマンスをし、ボーイゾーンのスティーブン・ゲートリーと共にテレビ出演を果たしている。 この休養期間中、メンバーのシェーンはインタビューですでに次のアルバムに収録れる6曲は仕上がっていると発言し、またニッキーは2009年3月にはレコーディング活動を始める予定であると発言した。また、レオナ・ルイス、ブリトニー・スピアーズとコラボレーションをす噂もある。マネージャーのルイ・ウォルシュとサイモン・コーベルは2009年、あるいは2010年には、 アメリカ市場を狙ったプロモーション活動をすることを公にした。2011年の年末、2枚目のグレイテストヒッツリリースと共に2012年にフェアウェルツアーと称した解散ツアーをすると発表。2012年7月にはアイルランドで解散ライブを行い、解散した。シェーン・フィランはアルバムリリースを目指してソロ活動を行い、マーク・フィーリーは ソングライターとして活動、ニッキー・バーンは、スポーツ番組などの司会者として活動するようである。また、キー・アン・イーガンは、X ・ファクターなどにも、興味を示しており、解散前ではあったが、ザ・ボイス・オブ・アイルランドで、コーチとして、番組を盛り上げた。また、キー・アン・イーガンは2013年にバンドを組んで、ツアーを行うことを発表している。しかしそれについての詳細は、現時点では明かされていない。 その他、キー・アンはいくつかの音楽祭から声がかかったがそれは断ったことを明かした。彼はまた朝の番組に出演するなど、すぐに、公の場に姿を現している。2018年10月3日、ツイッターの公式アカウントでも、ニューアルバムとツアーの決定が動画で紹介された。20周年の節目。実に6年ぶりのシーンへのカムバックとなる。 7曲連続で UK チャート1位。2000年12月にリリースされた8曲目のシングル、ホワットメイクス、A マンが2位にとどまり記録が止まる。UK チャート1位最多獲得数。1999年5月から2006年11月にかけて、ウエストライフは14曲チャート1位を獲得。デビューシングルからチャート1位最多連続獲得。デビューシングル。 スウェア・イット・アゲインからマイ・ラブにかけて7曲連続 UK チャートで1位。UK チャートトップ5にランクイン連続最多記録。1999年のスウェア・イット・アゲインから2007年のホームにかけて9年間かけて22曲連続でトップ5にランクイン。1枚のアルバムで5曲のチャート1位、シングル曲。デビューアルバムベストリフから5曲、UK チャート1位を記録した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。